最近はセブン見ました、うん、あセブン、はい、デビッド・フィンチャー、デビッド・フィンチャー、うん、あれもいっぱい人死にますからね。死にます、死にます、えぐいです。罪の役に関わって、あとまあ、 出来上がったものを見て思ったのは、やっぱり当時17歳だったのかな、の吉本美優さんがもう光ってたというか、まあ、画面見てもちろんそう思いましたし、実際僕映画の中では絡みはなかったんですけれども、その映画のクランクインに入る前のリハーサルをやってた時に相手役をさせていただいて、実際彼女が、まあ、監督といろんなこうディスカッションしながら、苦しみながら役を作ってる過程をちょっとこう見る機会があったんですね。で、まあ、やっぱり役柄的にかなり邪悪なこう同年代の女の子たちの中で、君臨して、そして、まあ、かなり、際どい、役柄ということで、やっぱり17歳の女の子がやるには相当しんどいしハードルも高い役でしたけれども、まあ、それこそこんな話していいか分かんないんですけど、もう毎日のようにもう泣きながらやってたっていう印象がありますね。もう僕が多分同じ役でそこまでこう役を突き詰めてたら多分耐えられなかったんじゃないかなっていうぐらいのリハーサルをやってましたね。やっぱりリアルに17歳の高校生で高校生の役をやるっていうだけでも、しかも自分と多分キャラクターが、まあ、近いところもあるのかもしれないけれども、かなり、極端な部分もある役をやるにあたって相当多分苦しんだんだと思うんですけど、実際まあ出来上がったものを見て、僕がリハーサルやったシーンとかももちろん、見ましたけど、もう圧倒的に、役に入り込んで、ものにしてたので、やっぱすごい女優さん、まあ、俳優さんだなって思いました。